J1 12年目のアルビレックス新潟。今シーズンはタイトル獲得という大きな目標を掲げてスタートしました。しかし、まあ、年間8試合しか勝ってないし、勝ち自体が少ないんで、で守備に関してはっていうプレーで失点してる。シーズン序盤、個人のミスから失点しバランスを崩すもったいない試合が目立ちました。一方、攻撃面でも攻め込みながら決めきれないもどかしいシーンが多く見られました。入ってもおかしくないなっていうチャンスは作れて、でもそれは入らなかった。勝ち点1を失うとか勝ち点3を失うっていうゲームが多かった。加えてレオシルバが胆嚢炎のため一時帰国、大黒柱を失ったチームは浮上のきっかけをつかむことができず、第一ステージを降格圏の17位で終えました。第二ステージ、ストライカー指宿が調子を上げますが、大集団からの脱出には至りませんでした。アルビレックス新潟が J1 に昇格してからの失点の推移です。ここ数年、固い守りが一つの象徴になっていた新潟が、今シーズンは9年ぶりに年間60点に迫る失点を喫しています。柳下監督はホーム最終戦に今シーズンを象徴するポイントを感じていました。だから前半の1点も、こちらの左サイドをえぐられてクロス入った。でも一旦はクリアして、セカンドボール、ミスですよね、シュート。でももう一人のやつが、こぼれ球ワンタッチで入れゴールしたと。じゃあその前にこちらもこぼれたボール、達也シュート打ったけどキーパーにしよう。でそういうことをやっぱり、シーズンとして、ね、多かったけども、だその時に決めきれるかどうかと。結果を左右するシーンでゴールを決めることができるか、相手が流れをつかんでいる時間に守りきることができるか、一瞬のプレーがその後の展開を大きく変えるスポーツにおいて、今シーズンの新潟は流れを失うケースが多かったと指摘するのです。それでも柳下監督が就任して3年半、今年ナビスコカップではクラブ史上初となるベスト4進出、クラブの歴史を塗り替える確かな一歩を刻みました。選手はすごく変わってる、この1年だけもそうだしさ、3年半やってきて随分質は良くなってる。ナビスコもベスト4まで行った。怪我人がいろいろ出たり、ね、メンバー変わってもあそこまでやれた。だいぶプロ選手って言えるようになったと思う。